ああ、皆さん、どうも、こんにちは。ということで、そうですね、もうね、花粉がひどくてね、もうとてもじゃないけど、これちょっともう外歩くの嫌だなっていうぐらいのね、もう花粉でね、皆さんどうですか？そうですか？ちなみに、まあ、この日はね、もう本当に晴れててね、天気が良くて、見てください、綺麗なね、この青い空、広がってますけれどもね、この日も本当にもうね、すがすがしい天気でね、春一番というと、まあ、そういう日でありましたけれどもね、私ね、ちょっと関西空港の方にね、用事があったもんですからね、ちょっと行ってまいりました。ということで、この日のね、おっ、危ない。289期、春太郎の入選でございます。はい。知りません、知りません。皆さんのツッコミの声が聞こえておりますけども、そんなことは知りません。本当にね、これは春太郎、そうですね。まあ、割かし、そうですね、停車口でね。うん。これは振り越し系がついてるのかな、わからないですけどね。春太郎、本当に楽しみにしてました。そうですよ、皆さん。ちょっと話変わりますけどね、この何も関係ないんですけどね。世の中にはね、ついて嘘と悪い嘘はあると思いませんか、皆さん。どうですか？嘘っていうのは必ずしもね、悪いものじゃないと僕は思うんですね。はい。扉をね、こうやって開けて入っていくわけです。これは 1+2 の3列シートになっています。おや、真ん中に区切りがありますね。これはちょっといけません。キャリーバッグが差し使ってしまうんじゃないですかね。あとはキャリーバッグを置く、ちょっと大きい荷物スペースとかもなくね、ちょっとこれは残念です。あ、前にはね、でもこれ眺めることができる。まあ、大きな窓がついていてね、展望、これが確保されているというわけです。足元を見てもらっても分かるけど、フットレスとかありますね。はい。で、まあ、下もカーペット引きになっていてね、なかなか、その、だから要するに空港アクセスにはね、持ってこいなんではね、ないでしょうか。もうわさびはね、このぐらいにしておきましょう。じゃあ、あまりにもちょっとこれは、ダメだ。怒られる。本当に申し訳ない。本当に申し訳ないです。まあ、説明しますと、そうですね。まず、関空時、ハルカ号とラピード号を比べるっていうのが本当の目的だったんですね。ところが、これ、日中にはね、ひねのに止まる列車がなくてですね。あ、そう、ひねのまで一回行かなければならなかったもんでね。だから、ちょっとこれ、どうしようかなということで、とりあえず、まあ、展望グリーン車に乗ったんですけれども、そうですね。まあ、なんか、要するに、だから、視聴回数ですね。視聴回数の問題です。やっぱり、多く見てもらうためにどうすればいいかと言ったら、苦肉の策です。ちょっとまあ、嘘とは、まあ、ちょっと言ったらあれなんですけどね。もう一応申し訳ないと、それだけ、まあ、言っておきます。それから、まあ、車内設備を、まあ、見ていくわけです。本当にね、ね、ゆとりのある座席でね、良かったです。ただ、後ろに人がいたんで、リクライニングはしませんでしたけどね、今回は。もう、別に寝もしなかったんで、ね、こうやって、新大阪を出発して、無事に帝国通りに、発車していくわけです。これはね、見てます通り、貨物船に通ってね、この電車は大阪駅を通りませんのでね、新大阪を出たら次、環状線内を通って、天王寺を経由して、阪和線を通って、それで、まあ、和歌山方面に行くと。そこから白浜、南紀、勝浦の方に、ね、行っていくわけです。これは皆さんもね、おなじみなんじゃないでしょうか。環状線との合流部分です。こうやってね、環状線に入っていくわけです。ここら辺はね、非常にこうやって多くのね、電車が走っていて ね、楽しい、そういう区間だと思います。やっぱり少年たちっていうのもね、こういう風景がやっぱり好きなんじゃないでしょうかね。首都圏、もそうですけどね。やっぱり僕も小さい時はね、ローカル線、あんまり興味はなかったもんですけどね、自然とやっぱりね、年が経つにつれてね、これ、興味が湧いてくるんです。綺麗な全面景色、まあ綺麗とは、まあその、絶景とかそういうのがあったわけじゃないですけどね、景色を見ながら、まあ非日常空間ではあったら、楽しんで、そのまま、電車を降りました。もうモザイクの必要はないんですけどね、一応、はい、すいません、もう編集の中でね、まあ、はるか号ということにしておいてください。すいませんね。このあとね、僕はね、このオーシャンを見送って、オーシャンの情報、はるか号を見送ってね、その後にね、関西空港行って、用事を済ませてから、ラピードに乗ると、そういうスケジュールをこなしているんです。まあ、関西空港で、予定を済ませて、これが、この、だいぶ整っていてね、非常に綺麗な駅です。今からラピードベータに乗って、これは本当に乗りますよ。ちゃんと乗ります。スーパーシートにしっかり乗りますからね、皆さん、はい、ご期待ください。
とね、空港にね、なんかあの人がいたんですね。あの、誰だっけ、おかっぱのおばちゃんがいたんですね。ファッションデザイン。ハノロの高木、千葉茶屋、シルバニア、ナンバです。そう、車内アナウンスがね、あの、JR の声でしたね。それが、あの、驚きました。あんまり、まあ、関西に住んでるとは言えない。関西空港に多分行ってるわけじゃないんでね。だから、ああ、そうなんだ、と思ってね。そういう、まあ、ちょっと軽い驚きがありました。ニュースにしてきたと、これ、ラピート8万系でした。ラピートって言ったらね、もう、これはね、大スターじゃないですか。もう、踏みちゃうわ。あの、ね、子供たちのヒーローだと思うんですね。僕も実際そうでした。これは、やはりいい電車でね、誰が見てもかっこいいと思う、そういう電車だと思います。数少ないんじゃないですか、そういう電車がね、僕はそう思いますけど。ラピードスーパーカーがね、はい、スーパーシートが付いている車両がね、2つあります。5号車、6号車についています。そうですね、あまりね、その高いね、追加料金払わなくていいというのが、ね、理由をつけられるんだと思います。埋まってるその空席、それは分かりますけれども、まあ、こうやって一応空港アクセス、防犯カメラが付いているんで、しっかりね、ご用箱などもこうやって綺麗、さっきの春かごとは違って、中にね、しっかりこれ荷物置くところがありますから、これもチェーンでね、これを仕掛け、あの、止めておく仕組みになっていると思いますか。これは十分のスペースがあると思います。車内に入っていったら、これも先ほど同様、3列シートですね。僕はまあ窓が、1列の方を取りましたけれどもね、非常にゆったりしていると思います。飛行機のような、ね、こう荷物入れ、これいいですね。鏡がついていて取り出しやすいと思います。いやー、さっきの春かごとはね、大違いで何回も言うようですけど、もういません。はい、で、リクライニング、まあ、これもそこまで倒れるってわけじゃないですけど、でも全然快適っていう感じ。レギュラーシートを持ちした方が良かったと思いますけどね。あの雰囲気がね、非常に似たような感じで、あの、統一されてるなっていう印象です。回転することができます。下はね、これね、薄いカーペット引きみたいな感じですね。そうですね、うん、さっきほどのね、あの、乗った電車よりは、あの、ちょっと薄めだと思います。それから机、これはね、レギュラーシートと似ている、一緒、ほぼ一緒なんじゃないかな。あのね、これ座席モケットがね、あの、ヒョウ柄になっててね、大阪のおばちゃん、ザ・大阪って感じのね、それ意識しているんじゃないでしょうかね。僕はそう思うんですけどね、これ非常に雰囲気合っててね、いいと思います。非常にこれはいいと思いますね。大阪って言ったらやっぱヒョウ柄じゃないですか、おばちゃんがね、アメちゃんが来るの、溶けかけの、まあそういうイメージですけど、僕もね、大阪に住んでるって言っても大阪のど真ん中に住んでるわけじゃないんでね。そしてね、これが電光掲示板、というか中の表示案内機ですね。これフルカラー LED になってました。まあ前々からはね、あの、僕は知ってたんですけどもね、昔はマグだったんでね、だいぶこの変わっていてね、新しくなっていくものだなというふうに思っています。ラピート号、関西空港駅を発車しましたけれども、まあ、この駅はね、なんか近未来な感じがして、ね、空港っていうのはどこもそうですけど、いいですね。ね、まあ、車内ね、客、あの、お客さんがね、そんなに入ってないんですね。で、僕が知っている分にはね、あの、関西空港からね、その次の泉佐野までね、ただ乗りをする人がいるんですね。そういう人、まあ、いてね、それちょっと駅員さんに言ったこともあるんですけどね、まあ、今日はいませんでした。まあ、さすがにスーパーシートに、ただ乗りする人はいないでしょうか。肩身を狭いのでね、レギュラーシートで我慢するのか知らないですけどね、まあそんな知りませんよ。犯罪ですからね、そういうことで、ね、やってはいけないと思いますね、やっぱりね。南海沿線、僕もね、南海に沿線住んでたことがあるんですね、昔ね、実は。これ橋を渡ってる最中ですけれどもね。ほんと、南海電車って言ったらね、あの、いい匂いがするなっていうイメージで、いや、これ全然悪い運気とかなくてね、いい匂いがするんですよ、本当に。なんでしょうか、この、僕好きなんですね、あの、駅途中停車してさ、その、扉が開いて、なんかもわーっと匂ってくる、そのエンジン音っていうか、あれはなんの匂いなんか知らないですけど、僕あの匂い大好きでね、ここぞとばかりに嗅いでやるんですけどね、共感できる人はいるんでしょうか、わからないですけど、まあそういう印象なんですね、まあそれだけなんですけどね、南海電車、あ、でもだから僕の、あの、初めて好きになった電車が南海電車だと思うんですね、だから思い出ある車両なんですね。これまた南海電車も利用したいと思ってます。次は、ね、天空に乗りたいですね。そう思います。新馬宮において、これで旅は終了です。ありがとうございます。乗り比べとは言いましたけどね、本当にもう一回謝っておきますけど、皆さん、あの、申し訳ない。まあ、果たしてね、これに怒ってる人がいるかどうかっていうのはもう分からないですけどね、でもとりあえず謝っておきますね。どうもありがとうございました。ということで、また次回の動画で、はい、ありがとうございました。